あとやっぱりジャイアンツの秋広選手です。柔らかさであったり、うまさであったり、バッティングに関しては本当にパワーもあったりっていうところですごいこういいものがたくさん見させてもらったんで、すごく楽しみだなと改めて思いました。本当にたくさんホームランも、打点も、すべての部分でいっぱい打ってほしいなと思ってます。ネクストブレイク、ジャイアンツの井上温大です。はい、いい質のいいまっすぐを持ってますし、回転数もね、球速もすごい、そのボールが僕にもあったらなって思いながら、羨ましいと思いながら見てます。でも質が違いますね、もうレベルが。僕のね、1個下ですけど、尊敬してます。はい、尊敬してます。はい、僕自身もね、ハルトといろんな話をしながら、一緒に切磋琢磨しながらやってるんですけどね、なかなか、ハルト自身も苦しんでる、シーズンが続いてますし、2軍ではね、すごいいい成績を残してるので、もうそろそろね、出てくるんじゃないかって期待しながら、待ってます。はい、僕にプレッシャーをね、かけてくれるぐらいね、勝ち星を争ってね、お互い最多勝を意識しながらね、投げ合えたら、一番かなと、僕もね、頑張らないといけないですけど。ピッチャーの井上温大選手です。はい、やっぱなんかもう投げ方もなんかすごく綺麗ですし、一番はやっぱ強いまっすぐというか、体は小さいですけど、それ以上に、いいストレートを投げ込むので、ジャイアンツを背負うピッチャーになってほしいなと思います。はい。ネクストブレイク、浅野翔吾。浅野翔吾。浅野翔吾です。これ、うちの浅野君です。はい。やっぱりね、スケールの大きい選手になってほしいと思いますし、走攻守揃った、すごい選手になってほしいです。初出場が僕が投げてる試合だったんですけど、結果は最初の打席三振だったのかな。でもその中でもやっぱり当てに行くことなく、追い込まれても自分のスイングで、しかもフルスイングでその起用に応えるというか、そういうところにやっぱり素晴らしさというか、他の選手との違いを僕は感じました。ライトで検討されるというような珍プレーもありましたけど、いや、彼も緊張してたと思うんで、なるべくこう緊張をほぐしてあげるような、そういう会話だったと思うんですけど、でもそういうなんかね、エピソードが残るっていうのも、なんかこれからの活躍を期待させるというか、はい、何か素晴らしい選手はそういうのはあると思うので、はい、なんかそういう予感がします。練習とか見ててもやっぱりすごい角度のついた打球を打ってるんで、羨ましいなと思いますし、高卒1年目でホームランも打ってるので、自分からしたら高卒1年目でホームランが考えられないことなので、ヒットも結構打ってるんで、後輩ですけどすごいなと思いますし、自分勉強させてもらってるところもありますね。負けないように頑張りたいなと思います。はい、2個しか離れてないので、切磋琢磨して、これからのジャイアンツをでレギュラーを守っていけるような選手に、自分もそうですけど、お互い頑張っていきたいなと思います。本当1年目で高卒で、あえて1軍に上がってホームランも打ちますし、そういう持ってないとできない部分も多いと思うんで、そういうところで彼のなんか凄さというか、すごくにじみ出てるなと思いますね。もちろん中心選手になってほしいですし、自分も含めて1、2番を組めるような、そういう同い年というか同期入団ですし、そういうもう来年からでもチームを引っ張るような選手になってほしいなと思います。普段何なんですかね、ちょっとシャイボーイというか、あんまそんなに喋るタイプじゃないんで、可愛い感じはあります。はい、普段高校生です。はい、可愛い部分多いですね。意外と甘えん坊というか、意外とじゃないですね、甘えん坊というか、懐っこいというか、なんかその辺はうまいなと思います。いや、 やっぱりね、その高卒1年目で、その1軍のね、プロのピッチャーから、ヒット打ったりホームランもね、打ってますし、
それの大変さっていうのは僕もすごい分かるんで、すごいんじゃないですか。はい、まあね、他のチームのやっぱ高卒でそんな簡単に出て打ってる選手もいないんで、ね、ああやってチャンス少ないチャンスの中で結果出してるっていうのは、はい、まあ、ネクストブレイクしてくれると思います。はい、ジャイアンツの、ね、レギュラーになる選手だと思うんで、まあ、日本代表する選手になってほしいなと思います。